ちは。こんにちは。こっちではおはようございます。おはようございます。朝7時半。はい。現在地は富山県の立山駅に来てます。はい。今日は立山黒部アルペンルートに行きたいと思います。うん、有名よな。めっちゃ有名。多分聞いたことある人多いと思う。うん、まあ、イメージはもう完全にあの雪の壁みたいな、うん、雪の道みたいなとこなんですけど、実際そこ行けるのが6月の中旬ぐらいまでかな、うん、雪が残ってるのが。6月もう10日なんで、うん、ギリ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 のライン。でも10メートルぐらい積もってるらしいからな、うんうん、まだ。それが楽しみでやってきました。はい、昨日はもう立山駅で車中泊して、うん、立山駅は24時間無料で開放されてて、トイレとかもあるので車中泊できました。うん、最初のケーブルカー7時40分始発、うん、に乗って上まで行って散策したいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。立山黒部アルペンルートはいろんな乗り物を乗り継いで移動していきます。はい、まずは立山駅に参るので立山ケーブルカー7分乗ります。美女平まで。はい、その後バスを乗り継いで今日は大観峰というところを目指します。的には大観峰までの往復のチケットにしてます。本当はこっち側進めば黒部ダムなんですけど、6月下旬から観光放水ってことで、それに合わせて今度大沢の方から長野側からね行こうと思ってるので、今日はダムまでは行きます。まずはケーブルカー。チケットはウェブで予約してる、うん、もう購入してるので QR コードで発券するだけです。はい、なんか50周年やから今年記念で安かったな。安かった。ちょっと割引がありました。これが発見機です。結構山登りみたいな感じの服装の方が多いですが大丈夫でしょうか。我々は一般人の服装です。一般人で臨みます。上は今日は快晴で10度らしいよ。今んとこ上10度らしいからちょっと寒いよな。一応2人ともフリースをカバンに入れて持ってきてます。テーブルが並びます。パンフレットをゲットしました。はい、正直めちゃくちゃ乗り継ぐからややこしいな。調べててやっと理解したって感じやもんな。でもまあこれしかないから、そこまで行くのにこの手段しかないって感じ。確かに。それがまあセットになってチケット売ってるって感じやから、パッと見ややこしいけどな。あとどこまで行くのかっていうのもあるからな、うん、人によって違うから。それダムまで行ったら結構な。うん、そうそう、もうちょっと高いね。入りました。いいことか。おお。これに乗ってきてました。美女平から次は高原バスに乗って室堂というところまで行きます。乗ります。室堂行き。高原バス乗りました。ここから約50分かけて室堂へ向かいます。道中も景色綺麗なんやろな。綺麗やったら撮ります。はい、この季節めっちゃいいですね。新緑の季節。左側をご覧ください。木の周りが約10メートル。樹齢にして約1500年以上は経っているとも言われている。この商業滝は立山連峰から水を集め流れ落ちています。ちょっともやってるけど、カメラで映るね。隙間に。隙間に日本一の滝です。でもやさかっていうだけど、雪の大谷に突入します。現在壁の高さ11メーター。室
室堂に到着しました。寒いな、ちょっとひんやりしてるわ。標高だって 2450m か。早速雪の大谷行こうか。雪の谷行って、まあそのさらに上に大観望というところに行けばいいか。30分後からですか。9時半からやった雪の大谷歩くやつは。とりあえず展望台に室堂の展望台の方に登ってきました。すごい眩しい。サングラス絶対いる。すごい、うわ雪の上歩けるやん。すごいです。うわ雪滑らんと。我々何気に普通のスニーカーです。でもまあ凍ってないから、まあまあ6月にこんな雪を感じれるなんて。しかもあの建物内がひんやりしてたけど外出て暑いな。外は日差しが暑いな。全然この格好でいけるな。いけるいける。室堂にはこの御栗ヶ池っていう池があって、ここがなんか絶景スポットみたいになってるな、うん、ここは後で行きたいね。うん、なんか1周40分ぐらいで歩けると書いてた。一周する。あとこのライチョウ沢キャンプ場っていうのが、まあ、ここからは行かれへんのかな。ここが夏通行止め。有名ななあのカラフルな登山者用のキャンプ場がここに。どの山が立山、うん、立山という名前の山はありません。え、そうなんや。総称やって、この3つを総称して立山なんや。知らなんだあれや、あの3つや。この3つで立山です。すごい、なんとなくこっちの方まで歩いてきた。ちょっと御栗ヶ池とは反対の方向やけど、すごい、すごいです。ハイクしてバックカントリーする人がいますね。いともく人もかな、うん、みんな一生懸命登ってあるわ。日の谷に行きます。はい、雪の谷に向かいます。無料の写真をもらいました。無料のよくあの観光地であるやつ、無料の方もらいました。こんな感じで道路の端っこを歩いていきます。バスで通ってたとこやな、よくは、うん、こっちはさっきと違って足元は何もないから歩きやすい。除雪されてるし、すごいよ。でもうわ続いてる道が見えるな。うん、あの奥が歩けるとこです。すごい。ライチョウがお出迎えです。こちらでもかわいい、茶色いからメスですね。なさっき教えてもらいました。黒いのがオス、羽が黒いのがオス、茶色いのがメスで、メスだとそうです。でもなんか季節で羽が生え変わるから色がいろいろあるということらしいです。もうすぐ終わりやしな、6月終わりやな。あと2週間もせんうちに終わりや。10メートルやった今日は。6月10日は10メートル、気温9度。9度って書いてるけど、全然もっと暖かく感じるな。うん、暖かく感じる。至る所にライチョウぬいぐるみがいます。かわいい。本物には会えるのか。では一体どういう現象でしょうか。崩れたのでしょうか。なんか崩れた雪なのか何かが。もしかしてこれは、来た、隣接の階段ウォーク見てる。ちょっとできてた？ん？できてた？あんまり。しかもこれがさ、そもそも斜めになってるからさ。え、どれ？これがほら、そもそも斜めになってるからよくわからんかった。やられたね。おい、高さが伝わるでしょうか。ここ最長ポイントじゃないんちゃう？でもまだあっちゃんで。ほんまや。でも高い、もうすでに2倍以上あるで、明かりの。じゃあまだ3メートルぐらい。4メーターぐらいかもな。羽あんねんけど。お羽があります。観光地によくあるやつ。あるやつ乗っかってます。はい、一言。エンジェルあかりです。あー滑ったー。帰りのバスがいました。折り返し、雪の壁冷えていきます。雪かきです。
言えた言えた。ほぼ誰もいません。平日の朝一で来たらほぼ誰もいませんでした。貸切大谷、これが最高地点。先バス来た、また最高地点飛ばす。おお来た来た、おお、すごい。雪の大谷終わった後は三国ヶ池の方に行ってみたいと思います、はい、同じ室堂エリアから歩いていけます。いい天気すぎるで、めっちゃ快晴で風もないからもはや暑い。暑い、ほんまは半袖でも行けそう。もはやな、でも焼けるからな、うん、サングラスだけは持ってきた方がいい。ほんまにフリースは絶対いらんかった。フリース邪魔やし持ってきたけどいりませんでした。皆さん気をつけて。難しいな、ここは難しい。まあ4月とかは絶対いるんやけど、寒すぎるやろな。芝6月はもう暑いですよ。みくりが池が見えました。凍ってる。この季節はまだ凍ってて雪乗ってんな、ありゃ、うん、ここ本当は池です。ちょっとだけ溶けてるな。なこんな感じです。お池とは分かれへんな、言われてみないと。なもうちょっと溶けたぐらい綺麗なんかな、うん、雪が残りつつ池が青いというのが7月ぐらいかな、うん、が綺麗なんかもしらん。めっちゃもくもくしてる。もくもくしてる。あっち地獄谷って言って火山活動してるらしい今。なんか最近活発らしい。なんか松っぽいけど。松っぽいよな。なんやろ。なんやろ。調べて。こういうのをさ知ってたらもっと楽しいんやろな。高山植物やもんなこれ、うん、でもなんか面白くない？面白い。低い松っぽいけどな。松に似たやつ。でもなんかあるもんな、ここに種子的な。調べて分かればテロップで。はい、分かれなかったら教えてくださいコメント欄で教えてください。ご親切に書いてございました、はい、皆さん申し訳ございません。書いてました。松やった。ハイマツ。高山に生息する松やって。高いところやからハイな。え、ハイマツ英語ちゃうか。ハイマツってこと。はい、ハイマツ。しかもライチョウのさ、え、ライチョウここに。ママや卵産んでる。じゃあ探したらおるかもしらんね。ライチョウこの中におったりするんかな。ライチョウさんいませんか。サンダーバード探し。あれ地獄谷めっちゃふわっと吹き上がってるんやけど。すごいなすごい蒸気が出てます。すごい硫黄の匂い。温泉があります。三国ヶ池温泉、日本最高氷位の温泉って書いてる。あの下の方に見えるのが地獄谷。すごい硫黄の香りがする。本当はこっち行ったらライチョウ沢。ガスがすごい。臭い、この辺。ライチョウいた。あ、オス。ライチョウのオス。初めて見た。な。普通におった。な、歩いてる。ライチョウ見れた。すごい。すごい。写真撮ってる方がいっぱいいらっしゃったな。なんやと思ったら。と思ったら。ライチョウや。ライチョウやった。オスやったな。うん、さっき学んだんで。わかりました。すげえ。なんかこの辺を歩いてたらしい。普通に歩いてたらしい。かわいかった。かわいかった。あんな普通に出てこんねや。もっと木の陰とかにさ、うん、隠れてるもんやと思ってたらポテポテ歩いてたり。かわいかった。かわいかった。見れてよかったね。次はメスを見つけるのか。オスを見たのでメスも見れるのか探しますここが地獄台を見ることができる閻魔台。すごい周りもくもくしてる。ああ、ガス出る。すごいよ。ガスってるよ。来た、メストウス。来た、ライチョウ。メストウス。つがいかな。すごい。オスとメス。オスを見つけたと思った。メス持った。かわいいメス。すごい。
怖い。あ、さあ見れました。メスもオスとメス、え、違いかな。すごい、なんか小鳥を見ててんな。なんかスズメみたいな鳥をってな。なんかちょっとスズメと違うなとか、その行く末をふーって見てたら、ライチョウおる。ライチョウおった。しかもメスもおる。すげえ。すごいやん、ラッキーやん。ラッキーやわ、すごいな、うん。しかもセットで見れたのがすごい。そうやね、オスとメス、つがいだと。しかも近かったし。つがいかな、可愛かった。さっきのオスともまたちょっと違かったな、うん、柄が。すげえラッキーです。ありがとうございます。バンダーイ。バンダーイ。もう探さんでいいな、な鳥。ライチョウ探し。とか言ってこれからめちゃくちゃいっぱい出てきたりして。普通に全然レアじゃなかったりして、やっぱ活動期なんやな。うん、池一周して戻ります。つがいの後メス見つけて、そしてオス、オス何してんねん、そびえ立ってるあそこに、まるで置物のようにかっこいい。望遠レンズだればな、一応バリ見れるんですけど。すごいな、このカメラではちょっと映しきれないのが残念ですが、あれで5雨やね、5雨。すごい、こんなにおんねんな、すごい感動や。すごい、マイクはモデルやね。そうやね、石に石に乗って雪山をバックに撮ってらっしゃる、うん、全然動かん。望遠レンズがあればもっといいのをお届けできたね。ひっくり返し一周終わりました。めっちゃのんびり歩いたから1時間はかかったな。ライチョウ見ながらやったし、ライチョウ5羽も見れたよ。すごいすごい、歩いてよかった。歩いてよかった。まあ割と1時間ぐらい歩かなあかんから大変やけど、うん、でもなんか結構歩きやすいな、うん、今急な階段がいっぱいとかじゃないから、景色綺麗やし、うん、まあでも4月とかやったら多分もうちょっと雪残ってるから歩きにくそう、うん、なんかそういう装備しないときついかもしれんけど、うんうん、スニーカーじゃな、この時期ぐらいやったらまだ全然行けますね。行ける。じゃあよかった。次はトロリーバスっていうのに乗って大観望というところに行きます、うん、できます。大観望行くまでに昼ご飯食べます。室堂にレストランがあったので。はい、いらっしゃいませ。昼ご飯来ました。二人とも同じもの。開けます。じゃーん。白エビ唐揚げ丼です。美味しそう。いただきます。美味しかったな、ご飯。美味しかった。なんか、やっぱ山の上やから料金はそこそこするけど、味も美味しかったし、量も多かったし、良かった。全然良かったです。大満足です。続いて、トロリーバスというのに乗って、最後の目的地、大観望へ向かいます。トロリーバスはバスなのでしょうか、電車なのでしょうか。答えは、電車です。電車内、バスやのに。うん。一応日本語では無機乗電車って読むから、あれな、レールがない電車という意味、立派な鉄道の一種。トロリーっていうのが、ね、上の電気を拾うとこらしい、終電装置、はい、屋根についてる、でそれがついてるからトロリーバス、そっから上からだから電力をもらって走ってるから、まあ電車みたいなもんやな。電車もパンタグラフから電力もらってるし。お前はパンタグラフかしこ、何パンタグラフ、え、上についてるやんの、なんかバネバネみたいなやつ、はいはい、学んでおります。賢者は賢い、賢くない、常識です。え、トロリーバスに乗ります。切符はちなみに全部もうこれ、なくしたら終わり、なくしたら終わり、なくし物のプロには渡せられないので私が持ってます。ゆかりに預かってもらってます。これがトロリーバスです。ほんまや、これついてる、上にレールがついてる、で、繋がってる、これついてるけどバスみたいにハンドルで運転するんやな。乗ります。あー、そうかそうか、大観望駅に到着。はい、面白かったな。面白かった。トロリーバスは日本でここだけらしい、ね、そう、ここだけらしい、トロリーバス。向かいが展望台なんや。行ってみるか。うん。雪のトンネルが開催されておりますが、すごい。雪のトンネル開催中。雪のトンネルというか、水のトンネルなんですけど。どうしよう。え、こっちが展望台なん？違う、展望台は。ちゃうんや。セーフ。
こっちやった。大観望の屋上展望台。楽しい。うわ。うわ、楽しい。うわ、すごい。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 うわ、絶景。サングラス入れなきゃ。あれが黒べこ、綺麗、すごいな、すごい、めっちゃ綺麗、すごい、綺麗すぎる、うん、これロープウェイか、ロープウェイやな、うん、2316m です、標高なあ、滝地上の 70% の酸素やって、マスク外してくださいって書いてたな、苦しい人はな、天気いいからな、素晴らしいね、なんか絵見てるみたいな、壮大な合成合成みたいな、すごい、本当はここテラスがなあるんやけどな、やってない、大観峰雲上テラスってのがあるみたいなんですけど、ちょっと今やってないな、ここに見える山々の説明書きがある、これが黒べこ、すごい山何個あんねめっちゃあるこの山の名前をご覧ください。野口五郎岳。これギャグとか言ってたら。ほんまにそうらしいよって教えてくださったな。見てた方が。この名前。むしろあのタレントの野口五郎さんはここから撮ったということらしい。テレビでやってたらしいです。ちょうどロープウェイが降りていった。我々はこれには乗りません。戻ります。ここで戻ります。おー、すごい、このロープウェイはちなみにワンスパンロープウェイといって、ご覧の通り真ん中に支柱がないワイヤー、そう、日本一のロープウェイ、逆にこれ見れてよかったな乗ってたら見れへんからな、この、うん、この飛び交ってるのはイワツバメっていうらしい、書いてた、イワツバメが飛んでます、めっちゃ飛んでんな、ほんまに飛び交ってると書いてたけど飛び交ってるわ秋の紅葉はこんな感じなんや、すごーすごかったね、うん、大観望、大観望綺麗やったということで、はい、あとはもう戻るだけ、下までな、またトロリーバス乗って室堂からバス乗って帰るだけです、はい、最後またケーブルカー、うん、乗って下まで降りたいと思います、はい、車に戻ってきました。はい、下はめっちゃ暑い。下界は暑かった。なあ、熱い半袖になりました。めちゃくちゃ良かったな、黒部。めっちゃ良かった。最高やった。景色綺麗なのはもちろん、うん、ライチョウもな、バッチリ見えたし。めちゃくちゃ良かったです。すごいな、アルプス。うん。時間はね、7時。7時40分の電車に乗って、いろいろ回って大観望まで行って帰ってきて、今時刻は2時40分。うん、結構がっつり回ったけど、うん、早く帰ってこれた。あっちの黒部ダムの方まで行かんかったからな。うん、確かに。この時間に帰ってくれた。黒部ダムまで行こうと思ったら結構な、やっぱ朝1で行った方がいいよな。うん、うん。昨日の黒部峡谷に引き続き。うん、富山最高。富山最高。まだ何がすごいって黒部ダム行ってないもんな。なあ、そうやね。黒部ダムを残して、これ。これってよかった、ほんまに。山で見た中でも相当すごいよ、うん、これは。しかもたまたま4月か6月で雪の大谷歩けるって全然知らずに、知らんかってんな、たまたま何も考えずに北陸旅して富山来て調べたらちょうどこの季節やって、うん、最初な、私たちの旅とりあえず和歌山に行くことと、うん、夏に北海道に行くってことしか決まってなかったから、うん、このルートは結構良かったな、った北陸に上がってきてよかった、うん、すごい綺麗で楽しめました、はい、では、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、この動画がいいなと思っていただけたらチャンネル登録・高評価で応援よろしくお願いします、よろしくお願いします、ではバイバーイ、バイバーイ。